はい、そうでしょう。46歳、47ページの尿酸ですけども、男性の、7から15歳、40から64歳、65歳で 8mg 以上の割合が冷蔵、女性で40から65歳で、8mg 以上がやや増えました。50ページ、51ページのヘモグロビンですけども、男性の 12g パーレシプル以下の割合が65歳以上で、やや増加しています。女性では16歳から39歳と65歳以上の階級でやや増加しております。血小板数が54ページでございますけれども、血小板数8万9000以下の割合ですが、男性、女性ともに大きな変化はございません。白血球数、56ページと57ページですが、1万1000以上の割合は、0歳から6歳、40から64歳、65歳の以上の男性でやや減少しております。女性につきましては、0歳から6歳でやや減少が見られています。白血球2900以下の、減少の割合ですけれども、これには変動がございませんでした。次の白血球分布、好中球58、50ページ、59ページになりますけれども、500マイクロリットルパーマイクロリットル以下の割合が、23年度、25年度で大きな変動はございませんでした。次の66ページが一発目ですけれども、これも変動がございませんでした。単球、抗酸球、抗炎球については省略させていただきます。69ページに24年度と25年度の結果を比較を記しております。各10の下にすなわち力がまとめてありますけれども、平成24年度は23年度に比較すると、肥満、高血圧、脂質代謝異常の割合はおおむね減少傾向にありました。肝機能障害、ガンマ GT 放置、高尿酸血症、腎機能障害、貧血の割合はむしろ増加傾向にあります。タイトル以上については、ヘモグロビン A1C 高値の割合と、空腹止血糖高値の割合に乖離がございました。血小板減少、血球減少の割合に大きな変動はございませんでした。このような要因を考えますと、肥満高血圧、高脂血症等の生活習慣にかかる項目に改善傾向が見られており、避難生活による運動量の減少、食習慣の変化、精神ストレス、睡眠障害といった生活環境全般がやや改善された可能性があるかと思います。しかし、肝機能障害、ガンマ GT 放置、糖尿酸血症、腎機能障害といったものはむしろ増加傾向にありますので、より一層の生活習慣の改善に努める必要があるというふうに考えております。ただし、23年、24年度の検診対象者には変わりはないんですけれども、検診受診者は異なっておりまして、受診を受けた時期、あるいは医療機関というところに異なっておりますので、多くの就職因子が存在するので、厳密な意味では比較というのは難しいということは、限界として認識しておくというふうに考えております。以上でございます。ありがとうございました。何かご質問ありますか。どうぞ。双葉の医師会の坂ですけれども、この研究校の審査ですけれども、金がね、毎回話を申し上げているんですけれども、項目に限られて受けづらい、その他いろいろ問題点がありましたが、今回ですね、市町村の検診にかぶせることで、少しは楽になったと思いますが、医師会からのお願いもございまして、来年度はぜひこの市町村の検診に載せた上で全部やっていただきたいと。そうでないと手数、手間、いろいろ煩雑で非常に困るということを受けてきましたので、それをお伝えして、さらに皆さんお願い、県の方にお願いしたいと思いますね。で、この報告は、いわゆるこの避難地区の方が主に対象になっておりますが、基本調査は205万県民全員というふうになっていますが、県民全体のこの検診とか審査というのは県としては考えてないのかどうか、その辺ちょっと県の方にお伺いしたいことですね。で、今後その検診体制を合理化していただいて、できるだけ受けやすく全員が受けられるように、しかもどこでも誰でも受けていただけるような形にしていただきたいというのを前々からお願いをしているわけでございますが、その辺の動向についてちょっとお聞かせいただければありがたいと思います。
事業所に通じしている方ですけれども、前からの社保関係は受診率が悪いということをお話ししておきました。で特にですね、原発の今収束に向かって作業員がたくさん出入りしていますが、この方々の相当数の人数があります。で、月祭前でもですね、HFNF 合わせても双葉区の方が3000人ぐらいは従事していたわけですけれども、その方々の健康管理としてまだ不十分というかほとんどやられてないと私は感じておりますので、その辺の事業所関係の検診をどういうふうにするかというのも大きな問題だと思うんですね。これから30年を入るまで、そういった方々がたくさん、出てまいりますから、その方々の検診体制をきちんと確立してあげなければいけないんじゃないかなと思っていますが、その辺のところをちょっとお伺いしたいと思います。県で答えられる範囲の県でお答えください。ただご指摘いただきました避難対象区域以外の県民に対する健康審査というところでございますが、こちらにつきましてもですね、平成24年度から全ての避難区域以外の県民の皆さんにですね、従来職場検診、そして今問題があるというご指摘がありましたが、職場検診、学校検診、そして特定検診などの制度はあるものの、検診制度がそもそもないという世代の方もおいでになるというところを捉えまして、県として、福島県独自にすべての県民の方に何らかの検診を定期的にお受けいただくというような仕組み作りに進めてまいりまして、平成24年からその検診を実施してきたところでございます。今伊坂先生からご指摘いただきましたように、昨年度ちょっと実施のタイミングが遅かったという点もございまして、県民の皆さんへの周知が難しかった面もありますが、今年度につきましては、県医師会病院協会さんのご支援いただきながらですね、すでに各市町村さんと合わせながら検診を実施していると、そしてかつより多くの県民の方にお受けいただくよう市町村さんからの干渉も含めて、お願いしているというところでございます。2つ目の作業員の皆様の検診というところでございます。こちらにつきましてもやはり第一線で県民の安全を守るということでご努力いただいている皆様方の健康状態というところが大きなところだと思います。こちらにつきましては第一義的には事業者検診というものになってまいりますが、生活環境部との連携のもと、それらの検診についてもですね、県としても対応できるところは対応してまいりたいと考えております。よろしくお願いします。はい、はい、それとですね、先ほどの甲状腺のところでも問題になったんですけれども、いろいろこう子どもさんも成長して、住居地が違ったりいろいろ全国に散らばったりしますが、そういったものを管理する上では私はやっぱり健康手帳が絶対必要かなと思うんですけれども、それさえ持っていればどこへ行っても検診が受けられているというのが私は必要かなと思うんですが、その辺のことはどうでしょうかね。県の考え方、今現時点の考え方はい、今お話がありました健康手帳というものでございますが、2つの考え方があろうと思います。1つは手帳というところで、自らの検診結果や各種調査の結果をきちんと記録し保存しておくというような機能、もう1つは一番皆様方がご理解しやすいのは原爆というところでの健康手帳というイメージがあるかと思いますが、何らかの法的制度的な裏付けを持った制度というところの2つがあろうかと思います。前者の自らの健康状態を記録して長期にわたって保存しておく、これは将来の自らもしくは家族の健康を考えていく上では極めて重要という点を踏まえまして、現在県では県民健康ファイルというスタイルで、県民の皆さんにですね、さまざまな情報を含めた形で、そして先ほどから出ております検診などの結果を保存できるポケットをつけるような形でのファイルをお送りしておりまして、今年度末までには、約110万人の県民の皆さん、
内訳といたしましては、何らかの避難区域の13の市町村の方および浜通りの市町村すべての方に、個別にお送りする、そして、工場設計査の対象者の方にもお送りするというようなことで現在手続きを進めているところでございます。公団 の何らかの制度の有するというところにつきましては、先ほど来からお話が出ておりますが、現在環境省さんはじめ関係の省庁さんの方で、新たにできた法律に基づく医療制度の検討がなされている、その中での議論になろうかと思います。県としてもその辺のところは県民の実情を踏まえた検討がなされるようお願いしているところでございます。はい、はい、ありがとうございました。もう一点なんですけど、これは国の方にお願いしたいんですけど、そもそもこの原発災害は事故はですね、国策で始まったものでありまして、で私も被災当時からナショナルセンター的なものを作ってほしいと、それで健康管理から何から環境管理から全部していただきたいということを要望していたんですが、今日いらしている塚原さんにちょっとお伺いしたいんですけれども、国として、ある程度責任は負わなきゃね、その中でこういったものを全て指導する、県にだけ押し付けたら国だとで、ある程度国でリードをしていただかないと、いろいろこうやれるところもやれないというところもあってですね、その辺の細かいところはやっぱり国が管理していただいて、管理センターでいいんですけれども、ナショナルセンター的なものを早く作っていただけないかと、そういうふうに思っております。一つご協力ください。ナショナルセンターというお話が今ございましたけれども、その名前をどうつけるかとか、かぶりをどうするかという話はまたイメージとしてどうかという話はあるんですけれども、昨年の、補正予算でしたかね、大学の方でこの県民健康管理調査を担っていただく部門の整備ということで、数十億円の補正の施設の整備等に予算を、国の予算を 出させていただいております。またその、口座をの新たに今回の、原発の事故で、今被災された方々の健康管理をするための人材育成という観点で、今年度心の健康管理という観点で大学の方に新しい講座を作っていただくような予算の措置をさせていただいておりますし、その他、甲状腺ですとかリスクコミュニケーションといったような部門についても、今後人材育成が必要だということで新たな講座を整備する必要があるというようなご要望をいただいておりまして、それについても平成26年度の予算の中で今財政当局のことも調整をさせていただいているというような状況でございますので、そのなんか立派な建物がポンとこう単独でできるというイメージではないかもしれませんけれども、施設の整備です。すみません、ありがとうございます。はい、ご協力いただいて、安心したんですけれども、でも国はいつもですね、予算をつけたからと地元の裁量でっていうのが多いんですよ。そうじゃなくて、やはり国が入ってきていただいて管理をしていたという形じゃないとなかなか進まないような気がしますけど、その辺はどうでしょうか。どうぞ。はい、そこはいろんな意見が多分あるんだろうと思うんですけれども、2年半前に、事故が起こって、県民の健康をどう考えるかという議論が当時2年半前になされたときに、私もその原子力災害対策本部も少し関わっておりましたけれども、その時福島県と国との関係のいろんな協議の中で県が実施主体になって、で県立医大が技術的な中心になると、で国の方はお金をきちっと出すというようなことで780億円余りの基金を作るのにご支援申し上げると、で技術的なサポートをすると
いうようなスキームが年半前にできておりますので、まあ、その基本的にはそのスキームの中でこの調査がされていくということと、きちっとされていくというのが重要かなというふうに思っています。よろしいでしょうか。この件、繰り返し出ている話でありますし、まあ、また別なチャンネルを使って要望するとなっていますけど、まあ、今日は調査の話なので、これ2つ問題があって、1つ受診率どう高めていくか、あるいは対象者をどういうふうに把握して、対象者に対してどういうふうにアプローチするかというのはもちろんですが、これ1つはですね、この異常値が見つかった人たちが素早くというか、医療にちゃんと乗っていくって、この2つが多分大切で、データを比較して前と今回比べてこうですよっていうのはあくまでその得られた結果からの評価でしかないわけですよね。ですから対象が者に本当にその検診のチャンスが与えられているのは、もちろん項目の話があるわけですが、カバーしてるかっていう人、カバーされた人たちが受けていて、その受けた人たちがきちんと医療につながっているか、この辺をこうきちんと評価をしないとですね、検診やりました結果はどうでしたっていうことではなかなか次につながらないという側面が私はあるんだと思います。でこれ実際には検診をするのが今ご説明をいただいた方の責任ではあるんですが、その後どうなっているのかという話は、まさかもしお答えになれるのであればよろしいですかね。きちんとその医療に乗るような手続きがどのように捉えているのか、そんなことを簡単にご説明いただければ。実はやっぱりこの健康審査というのは検診をやる、でそこで異常を見つかったらそれを、お知らせする、で受診勧奨するというところまではできているんですけども、その後その方がどういうふうに受診されてどういう結果になったか、あるいは、どういう診断になったか、治療を受けているかというところまでは踏み込んではいていけないというのが問題があるところだと思います。ただこの今のその、健康審査の枠でいきますと、そこからなかなか踏み込めないというのが事実だと思います。で現在我々は、各市町村の中で、経年的な変化というのを、人を紐付けしてですね、この方がこういうふうになっていっているというのを見ておりまして、そういったデータを、各市町村にお返ししています。でそうしてみますと、この地域では、糖尿病の割合が増えているとかですね、生活習慣病の割合が増えているというふうなデータがしっかり出てきますので、それを市町村にお返しして、市町村の保健師さんとの活動につなげていくということで、なんとか受診率を上げたい、医療につなげていきたいというふうに考えております。もしもっといい相手があればですね、やりたいというふうには考えているんですけども、今一番その市町村にとって求めていることはそういうことだと思うんですから、我々としては、地道ではありますけれども、それぞれの市町村に結果をお返しして、お話ししながら、保健活動につなげていくことをやると思います。はい。何か関連してますか？どうぞ。関連じゃないんですけれども、よろしいでしょうか。今、星先生のご意見、大変ご注意だと思います。私は、それとはまた別に、もう少し実際的なこのデータの読み方についてご質問したいと思うんですけれども、各結果のところですね、表に書いてあることと、ほぼ同じことがこう文章で読みやすく示されていて、それはそれで大変ご苦労されていると思いますし、分かりやすいと思うんですけれども、私も含めて素人の立場で見ますと、どこからの値が異常というふうに判断されて、それがどういう意味を持つのかっていう、そこも書いていただけるとありがたいと思います。それで、23年と24年を比べるだけではなくて、今後それはずっと経年的に積み重なっていくことには意味がある、んですけれども、福島県のこの、対象者の方が全国の平均と比べてどうなのか、その異常値の割合がどのくらい高いのか、それから、もしも同じ地域で、震災前のデータがあればですけれども、それとの比較ですとか、そういうそのもう少し意味に踏み込んだ説明を加えていただけるとありがたいと思います。ありがとうございます。基準値というのがあるものもございます。例えば身長体重というのはなかなか難しいんですけども、腹囲という、あるいは BMI というのが基準値ありますので、一
応、まあ、BMI ですと25以上は肥満ということになっておりますので、それを基準にして示しております。基準値のあるものについては、そういう形で示させていただいておりますが、ないものに対しては、残念ながらそういったことは示すことはできておりません。で全国との比較というのは、これはなかなか難しいところになりまして、何割が多いかどうかというのは、例えば、小児の場合で見ますと、肥満の割合が若干、東北地区、特に福島県は高いというのが分かるわけですけれども、各項目について全てやっているところがないものですから、そうすると全国との比較というのは難しいというふうに感じています。で地域によって、年度によってどう変わるかということを今調べております。前回の第12回で、これは、上乗せ項目で、実施して、市町村が実施している特定健診の上乗せの人だけを平面的に比較したという結果が出ておりまして、それで見ると、やはり23年度が、ちょっと悪くて、24年度若干改善したというふうな傾向が見られています。ただし、それも、残念ながら、対象者が完全に一致しているわけではございませんので、結論的なことは言えないということで、現在、各市町村のものについて、人を紐付けして、確実なデータをということをやっております。その結果が発表できるようになりますと、もう少し考察を踏み込んでできるんじゃないかと思います。一応、23年度と4年度の比較は、69ページの前半部分に記載しているんですけれども、これ以上はなかなか考察に踏み込めなかったということでございます。ものすごく詳しく正確に比較してくださいということをお願いしているわけではなくてですね、普通人間ドックの結果を返されたときに例えば肝機能ですとか腎機能ですとかそういうところが、いくつぐらい以上だと、D 判定とか E 判定とかありますよね。でそういうくらいそのくらいの大体の目安でいいんですけれども、この結果の読み方をもう少し分かりやすくという、そういう趣旨でお願いしました。ありがとうございます。対象の方にはその意味合いを含めたものは配ってはいるんですけれども、残念ながらここの中にそのどういうものを配っているかという資料がございませんので、ちょっと意味合いが出ているかもしれません。少し工夫したいと思います。はい、お願いします。どうぞ。私はこの委員会に途中から入りましたから、この、健康審査が始まる時の議論には参加してないんですけども、それで申し訳ないと思いますけど、この目的に関わってちょっと発言させてください。これは6ページに書いてありますが、避難による影響ですね、それから放射線への不安による影響によって健康被害ができる出るかもしれないという調査するという趣旨になっておりまして、放射線によって健康被害がどのように出るかということは調査の目的に入ってないわけですね。で、この調査全体を見ますと、もっぱら甲状腺の被害を対象に調査をしていて、その他の放射線の影響に関しては拉致外においているように見えるわけです。しかしチェルノブイリに関わっては特にウクライナで、甲状腺疾患以外のさまざまな影響が出ているという指摘をする人がいるわけですよね。循環器系あるいはその内分泌系にですね、現に異常が出ているんだという指摘をする人が現におるわけで、日本国民もあるいはその県民もですね、その件は気にはしているわけです。で不安にも思っている人もいるだろうというふうに思うんです。でこういう検査をする以上はですね、放射線による甲状腺以外の何らかの病気が発生しているのかどうかということもですね、やはり比較調査するのであれば、研究すべきではないかと私は感じるんです。それがその調査そのものの目的ではないと言われるかもしれませんけれども、この調査によって得られたかなり詳細なデータをですね、
そのような研究に役立てる必要があるんじゃないか。それはこのデータを使って研究者がね、研究して論文を書くという形になるのか、あるいは場合によってはこの委員会に参事がいるわけですから、例えばこの今日私にはさっぱり意味のわからない数字がさっとですね並んでいるわけですけれども、これどういう意味を持っているかということに関してですね、放射線被曝との関わりで一定の分析をするというようなことをどこかでね、やっぱり名高るべきではないかというふうに私は感じるんですけど、その議論はですね、発言ありますか。私から言うのはですけど、この、健康審査を始めるときの目的というのは、放射線との影響、因果関係を明らかにするとかいうことではなくてですね、ここに書いてある通りだと思っています。で、この今の被曝レベルで放射線って何か、研究意見が出るというようなこと、先ほどの放射線のところに書いてありましたけれども、私はそういうことを前提にしていないという認識を持っています。したがって、今のご発言は、発言としては理解しますけれども、この県民健康管理調査での、この少なくとも、健康審査の目的に応じて理解するのは非常に難しいんじゃないかなと私は思いますし、分析をして何か、そういうことが出てくるのかどうかというのは、私には想像はできないんですけど、何か、これ、ご発言ありますか。はい、もともとやはり、チェックインの後にですね、生活習慣病から循環器疾患、内服疾患、いろいろ出てくることがございましたので、やはりこの最一番の目的は、そういった、生活習慣病等の疾患の早期発見、予防、それでもって県民の健康を守る、健康長寿県になろうというのが、最大の検診の目的だったと思います。で、直接的に何か放射線の健康影響を、例えば血液検査をするときによって見つかるか、一応は議論をしたんですけど、多分これは難しいだろうというふうに考えていました。そして、例えば被曝との関わりで健康影響が出ているかどうかというのは、今後ですね、この調査の結果とうまくデータリンクができて、それで、解析することは可能かもしれませんけれども、本来の目的とは少し違うんじゃないかというふうに私も考えておりました。なんだかですけど、また他にお発言があればお伺いします。すいません。本来の目的とは違っていても、これだけのデータが蓄積されるわけですから、それをですね、先ほど私が申し上げたような、角度から分析するということは、私はできないことはないんじゃないかと。つまりですね、10年、20年経って、福島事故の、要するに放射線被曝の影響がどれくらいであったかということは、アカデミックな意味で問われると思うんですよね。その時に調べてませんでしたというのは、ちょっとまずいのではないかというふうに思うんです。ですから先ほど言ったように、ここの委員会、あるいはこの調査が直接やらなくてもですね、このデータを使っていろんな研究者が分析をするというようなことは、私は意味があると思います。福さん、寺町の吉村ですけれども、今のご指摘ですけれども、一応この県民健康管理調査の目的というのはもう繰り返しませんけれども、今おっしゃられたようなさまざまな分析をすべきではないかとかですね、あとは今まで分かってないであるからかなりしっかりとデザインを組まなくてはということで、例えば健康審査に関してはこの線量でも白血病が増加するということは多分基本的に可能性低いかもしれないけれども、私たちとしては白血分割を入れたのは、さまざまな体調の不良とかですね、感染や、その他さまざまな原因によって、白血数や白血分割に異常で可能性もあるということで加えて、結果的にそれを評価することはできるデザインにはしているつもりであります。
また死亡公表をしっかり情報として取ることや、がん登録の地域がん登録のデータもリンクさせるということで、甲状腺がんだけではなくて、その他のがんの発生動向もしっかりと把握すること、また今のところまだ十分確立はしてないんですけれども、その他の疾病登録のデータもデータベースに入れることによってですね、最終的な事象の発生としての疾病が、さまざまな疾病が発生したことに関してどういうリスクが関係しているかとかですね、疾病が増えているか減っているかというのは抑えていきたいと思っております。しかしながら実際震災前の情報というのは非常に少ないというかですね、ほとんどないものですから、本当に増えた減ったという議論をしっかりできるかというと非常に難しいだろうなというふうに思っております。ただ今回の検診の結果の変化でもですね、どういう疾病とか病態が増えているかという可能性を推測することや、あと検診の時には問診票ということで疾病の有病状況等に関しても調査をされておりますので、可能性としてどういうものかということを手がかりに、さらに詳細な調査というのを企画することは可能だと思っています。ただ現時点でやりますとまで言えるだけの状態ではないこともちょっとご理解いただきたいなというふうに思っております。よろしいですか。そもそもの目的ではないという目的ですかね。我々その健康審査の目的として掲げたのはここに書いてあると私も理解しますが、将来的に、直接のその放射線の影響かどうかということはまた別としてですね、考えうる研究の対象にしうるという点では、しうるということだろうと思います。時間が押しておりまして申し訳ございません。続いてですね、お待たせしました。心の健康調査の方をお願いします。はい、質疑ですが、20分って伺ってたもんですから、むしろ短縮した方がよろしいですか。どうしたらいいですか。必要はない。はい、ありました。平成、まず、丸4の1を1ページをご覧ください。1ですね。平成23年度、平成24年度の支援状況についてということで、括弧1、質問し調査につきまして、尺度の活用により要支援者を抽出し、潜在的な支援対象者をスクリーニングし、支援につなげる。それから、市町村の研修を利用していない住民の方に受診勧奨などを実施することができた。括弧2ですが、電話による支援でございますが、平成23年度の電話支援、文書支援、平成24年度の電話支援、文書支援はそこにある数値の通りです。2段目です。丸1の1の方に、平成24年度、質問調査の進捗状況でございますが、そこにありますように、回答状況は前回8月に報告しましたと、ほぼ同様で 31.3% と、平成23年度と比べると約 10% の減となっております。それから括弧2、支援状況ですが、まず丸1、電話による支援でございます。丸4の2ページにお読みください。片括弧は尺度による支援でございます。表の中で、子どもの部分で対応率のところがございますが、99.8% となっておりますが、これは9月30日現在の値でございまして、現在は対応率 100% でございます。で、支援済み率は 87.1% となっております。で、尺度として用いましたのは、子どもは SDQ、そこにある表の下にありますように、20点以上に該当する方、それから一般に関しましては、軽視が17点以上、または PCL が61件以上に該当することでございます。中段の肩括弧い、尺度以外の項目による支援でございます。ここも対応率子ども 99.1% になっておりますが、これは9月30日現在でございます。支援済み数はそこにありますように1713名ということになっております。この対象となる要支援の皆様は、子どもさんですと自由記載や欄外記載の内容から精神科医心理療法士が判断して抽出したものでございます。
また一貫でございますが、そこにありますように高血圧、または糖尿病の起用、それから、精神疾患の起用など、そこにありますような項目から抽出されたものでございます。次に、丸4、3ページにお移りください。丸2、一番上でございますが、文書による支援ということで、肩カッコは尺度による支援としましては、いわゆる SDQ 形式 PCL の先行研究における基準値、SDQ16、13、44を超える人たち、それぞれ、超える人たちについて、電話支援の対象の該当者、該当しない方について、行いました。250件の方について行っております。肩かっこいい尺度以外の項目でもですね、やはり支援が必要だと考えられる、そこに肩かっこいいの支援基準に基づいて、61の支援件数の方に、支援を行っております。中段ちょっと下のかっこ3、支援に関する今後の方針でございますが、丸1、文書支援において、電話支援希望の有無が未記載の方のうち、はがきへの回答内容による支援が必要と判断された方について、電話支援をまた進めていこうと思います。丸2として、飲酒に関する質問項目が未記項目以上、回答する方について、飲酒のアンケートを取得していっております。それから3、平成25年度の進捗状況でございますが、別紙をご覧ください。丸4の6ページ、まず丸4の6ページをご覧ください。これは0歳から3歳用の平成25年度の調査表でございますが、新しいこの調査表を後ろに、資料として載せておりますが、総じて共通部分をご指摘申し上げますと、例えば丸4の6ページの問い2の、お子様の現在の身長と体重というにご記入くださいという質問だったんですが、今回からこの括弧のように記入例として身長 89.9cm など、このように質問項目に対して答えやすいような配慮をしております。その他にもたくさんありますが、時間の関係で割愛させていただきますが、最も重要な部分に関して、変更に関してだけお話ししますと、丸4の49ページをご覧ください。丸4の49ページ、真ん中のページとしては12ページとなっています。これは成人の調査表でございます。これの問い19、あなたが現在お住まいの地域についてお尋ねしますということで、質問内容といいますのは、いわゆるソーシャルキャプチャー、キャピタル、社会資源の利用状況についての質問項目を新たに加えたという点でございます。それでは、先ほどの概要のところに戻っていただきたいんですが、丸4の3ページにお戻りください。3の括弧に一番下の段のところですが、3の括弧に面接状況の進捗状況でございますが、平成25年度につきましては、平成24年度の調査の回答者30名、または、および、丸2、福島県内の精神科医療機関の受診者約20名について、面接調査を実施する予定で、現在リクルート中でございます。以上です。ありがとうございます。何かご質問ございますか。どうぞ。どうもご苦労様です。大体電話でのフォローとか順調に進んでいて、とてもいい経過をたどっているというふうに思います。ただちょっと気になるのはですね、私が支援に回って歩いていて、やはりですね、非常に子どもたちの集中力が欠けてきていて、それが避難してきている子どもたちだけではなくって、小さなお子さん、未
就学時の方とか、あるいは小学校の低学年でそれが目立つような気がするんですね。で、先生方もすごく手を焼いてますし、保健センターの方でも検診で以前よりはそういう、ちょっと注意を要するお子さんが増えてきているという感想をこう持っているわけです。で、それがこの感想だというふうになっているところが問題かなと思っていまして、やはり、この今子どもたちにそういう傾向が SDQ で取ったりもしているように現れている以上、きちんとデータとして取った方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。っていうのは、それがストレス性のものなのか、あるいはいわゆる ADHD、 あるいは後発性発達障害というそういったようなものなのか の鑑別が非常に難しいっていうことがあるので、ぜひなんか予算もあるんでしょうけれども、この健康管理調査できちんと県民である小さな子どもたちが今どんな状況にいるのかを把握していただくことが心の問題として大事じゃないかと思います。というのはまた先ほどのベラルーシでも言われてきたんですけれども、ベラルーシもすごく増えたんだそうです。被災もみんな心理向こうの心理師の方ってドクターでかつ心理師でもあるわけですけれども、その方たちが一番苦労したのは何かというと、子どもたちの乱暴だったり親の言うことを聞かなかったり大人の言うことが聞けなかったり、あるいはその集中力が低下していて行動がコントロールができないっていうようなそういうものが非常に困ったと。そしてそれに対してはむしろ薬ではなく情緒的なセラピーで対応したっていうふうにこう言っているので、ということはストレスかななんて私はちょっと思ってきていました。ですからその辺も印象でしかなかったり感じでしかないので、やはりそこのところを明らかにすることは今後にとってすごく大事なことで、その辺 の, 発達の問題なのかストレスの問題なのかをきちんと把握することが対応が全然違ってきますから、必要なことではないのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。この調査の中でもやはりそういうふうに先生がおっしゃったようなソフトワークを見せるような子どもさんたちは実施されておりました。でも先生のお話は避難区域の、入らない、避難区域の皆さんでない子どもさん全体のお話なんですよね。その人たちを調査することをこの県民健康管理調査では対象として、現時点では対象としておりませんので、私としてはまた別な調査の機会で考えたいと思います。ただそれに関して県全体のものに関してどうかというのはここではちょっと私自身はお答えできない。先生おっしゃる通りだと思います。はい、よろしいでしょうか。先ほどの件もそうですけれども、そういう件が出たということで受け止めていただいて、で、どういう形でやるか、あるいはできないとすれば、それに変わる方法としてどういうことなのかについてはぜひご議論をいただきたいと思います。さて、ちょっとお時間がなくなりました。次に進んでよろしいでしょうか。申し訳ありません。妊産婦に関する調査の状況についてご説明をお願いします。はい、妊産婦部門の部門長でおります藤森が早くです、説明させていただきます。資料の方をご覧ください。1、平成23年度、平成24年度の調査並びに支援状況について、小学校の1です。平成23年度、24年度の調査の主な結果について、母親のうつ傾向が平成24年度は 25.6%、 まだ高率でありました。平成23年度は 27.1%胎児の先天奇形、携帯異常の発生頻度が平成24年度は 2.3%、 平成23年度は 2.7% でございました。早産率は平成24年度 5.9%、 平成23年度は 4.8% と、震災の本件によって、両数字とも上昇していないことが示すことができました。両学校の2です。電話による支援です。質問紙の調査
の回答内容から支援が必要と思われる方に対しまして、助産師保健師等による電話支援を実施しております。平成23年度の電話支援件数は1401件、平成24年度は1999件でございました。調査票の打つ項目や自由記載の内容から支援が必要と判断される妊産婦に対しまして、積極的に電話を通じまして支援を行うことができました。両括弧の3です。保健師と市町村の担当者への調査結果の報告会についてです。保健師と市町村担当者を対象とした結果報告会を県北、県中、会津、いわき地域で各地域で開催いたしました。本調査の集計結果を発信することにより、母親たちの不安を解消に不安の解消につなげるとともに、妊産婦を見守る市町村との情報共有を図りました。両括弧の4でございます。一般市民並びに福島県内の産婦人科医への調査結果の報告について、平成25年の9月22日いわき市、同年9月23日郡山市で行われました、福島県産婦人科医会主催、福島県立医科大学、共催でございますが、福島のママとパパを元気にする集いにて、私が、一般市民の方々並びに福島県内の産婦人科医を対象に報告を行ってまいりました。また、来月でございますが12月15日に福島県産婦人科医会の会合にて、会員に対しまして私が報告する予定でございます。2番です。平成24年度の実施状況です。対象者は、1、平成23年8月1日から平成24年7月31日までに県内で母子手帳を交付された方、2番です。同様な時期に県外で母子手帳を交付されまして、県内で妊婦検診や分娩をされた方、いわゆる里帰りをされた方でございます。回答状況ですが、発送数、調査票の発送数ですが14,516件、回答数7,154件、回答率 49.3% でございました。支援状況につきましては先ほどご説明させていただきました。なお、詳細、すみません、前回平成、すみません、第12回の検討委員会で中間報告といたしました、ほぼ、前数に近いような数字で一度報告させていただきましたので、今回は、詳細な報告は、いたしませんで、第14回次回の報告で最終報告書として、提出、させていただきたいというふうに思っております。続きまして5の2ですが、3番、平成25年度の調査予定並びに支援計画についてです。対象者は平成24年8月1日から平成25年7月31日までに県内で母子手帳を交付された方、同期間で母子手帳を交付されて県内で妊婦検診、県外の方で福島県内で妊婦検診や分娩をされた方、それから今回は福島県の産婦人科医会の協力を得まして、各医療機関に調査票を事前配布いたしまして、里帰り分娩された方に対してお渡しする予定になっております。調査方法は同様に質問票にて、を郵送して行います。対象者ですが、これは市町村から母子手帳、この時期に交付された方を現在、いただいておりますが15,100人、約15,100人ということで、ご覧になっていただくと分かると思いますが、平成24年度が14,516件ですので、約600名の方が、母子手帳をもらった方が増えたということで、お産を福島県でされている方が増えているという、結果でございます。発送時期は現在、準備しておりまして、もうすぐ、今月、中旬に発送予定になっております。今までと同様に、調査票の送付時に、心の健康を保つことや放射線について、分かりやすく解説した心と体の健康サポートブック、これは福島県児童家庭科発行ですが、これを同封いたします。調査後の対応といたしまして、同様にうつ項目、育児に対して支援、今回も支援が必要とされる、必要と判断される方々に対しまして、助産師保健師等が電話支援等を行うとともに、今まで同様、メールを通じた相談にも応じる予定でございます。調査結果報告会の開催につきましては、同様に市町村、担当者を対象といたしました結果報告会を順次開催していく予定でございます。以上でございます。ありがとうございます。何かご発言はございますでしょうか。私からお願いをしていいですかね。お願いと言いますか、この件
この妊産婦もそうですし、心の健康審査もそうですし、それから先ほどの基本、検診ですね、健康審査もそうですけど、受診率といいますか、その反応率といいますか、例えば返答率とか、少しずつ下がってきている、これを少しずつ落ち着いたという評価ができるのかもしれませんが、一方で、その、なんていうんですか、興味を失っているというか、本当なら、支援が必要な人なのに、返答さえ起こさないというふうに捉えるのがですね、その辺のところの、その受診率なり、返信率の低下というのはどんなふうに考えるべきなのか、そこにやはり、注意を払って、対象といいますか、拾わなきゃいけない人たちがいるのかどうかというようなことについて、今回3年目に、この今年やります3年目になりますので、このあたりをめどにですね、どんなふうに考えていくのかというのも並行して議論をさせていただきたいと思います。結果をこう報告いただいて、なるほどとこういうことだけではなくてですね、これから長期にわたって県民の健康管理をしていく、健康の支援をしていくというのは、我々のこの検討委員会の使われている一つでありますので、甲状腺検査の方は、比較的こう、なんか将来が見えていますけれども、それ以外の検査については、今いつまでやるのかとか、どんな形でやるのか、今までの形のままでいいのかという議論は、もちろん専門家の意見として議論されることもあるでしょうし、我々のところにもそういう情報を早めに出していただいて、次年度にどんな調査をするのかというようなことを、もう少し議論をさせていただきたいと思っておりますので、そんな形にしていただければありがたいんですが、阿部先生、それはよろしいでしょうか。座長がおっしゃるところも、元々のところもありますので、どういう、健康審査、それから心の健康の妊産婦等について、今後どういう調査等をやっていくかというのは、議論していただければなりませんと思います。ただ、これはですね、原発事故を受けてですね、やはり今やっている調査はですね、やっぱりその積み重ねることによって、その原発事故に起こって、同住民の方が、の年度とともに変異していくのか、その調査のデータそのものはやっぱり継続して積み上げていくことが、一つ大切じゃないか、それにプラスアルファのですね、例えば健康診察であれば、予防的なものについてどう対応していくのか、そういうことも含めてですね、今後の調査のあり方、どう継続していくかというのは大切なことだというふうに思っています。ただ今の調査の積み重ねとは、一定期間積み重ねるということは貴重なデータでありますから、こういう原発事故を受けてですね、住民の方がどういう変化していくのか、その長期的なやっぱりデータの積み重ねというのは非常に大切じゃないかと。あとプラスアルファですね、大切だと思います。はい、私と申し上げたのは別にやめちまえという話を申し上げているのではなくて、受診率や返信率が下がっていく中で、データならデータ その質を上げていくことも必要だし、あるいは支援につなげていくということも大きな目標ですので、そのデータがつながる、支援がつながるにつながるというようなことを一緒に考えたいという趣旨ですので、そのようにご理解いただきたいと思います。何か特別ご発言ないですか。非常に時間が過ぎちゃって申し訳ないです。失礼しました、ごめんなさい。私のミスというかあれで非常に遅くなっちゃいましたが、一応妊産婦調査の発言がなければ、次回しっかりとまたお願いをすることにします。ちょっと時間が過ぎました。環境省の高田さんからお発言をいただきたいと思います。ノンペーパーで恐縮なんですが、ちょっとご紹介をさせて、もう報道等でご案内かと思いますけれども、環境省でもこの原発事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議というのを立ち上げ設置をさせていただきまして、昨日第1回目の会合を開きました。で、いわゆる、子ども被災者支援法の中で放射線による健康影響に関する調査や医療の提供に関しまして、国が必要な施策を講じるとされておりまして、その件について医学の専門家の方々からご意見をいただいて、企画立案を今後進めていきたいということでございます。で、特にその被爆線量議題が塊としては論点が3つありまして、被爆線量の把握、評価に関すること、それから2つ目が健康管理に関すること、
それから3つ目が医療に関する施策の在り方に関することという3つ の大きなテーマがありまして、今後1、2ヶ月に1度の頻度で議論していただくという予定になっております。で早速昨日もいろんな議論が出てまして、特にこの福島県の県民健康管理調査に関連するということで言いますと、例えば長期にわたって県外のにを出ていかれる方々のフォローをどうするかというようなことが非常に重要な課題なので、それは国の委員会についても大いに議論していきましょうというようなお話題もございましたし、それから逆にその、経口摂取による初期の様子を被曝、線量の把握、推計ができないかということで、県の方でやられました最初の4ヶ月間の合同調査の中で、そのような情報があれば、そういうことにも分析ができないかというようなご意見があったりですね、いくつかのこの委員会、この県民健康管理調査に関するようなことについても、議論が少しずつ深まってきています。それで、いずれにしても事務的にいろいろご相談する連携を図りながら、国の方としても議論を進めていきたいと思っておりますけれども、委員さんの中でも、こちらの委員に就任されております明石先生、それから春日先生、清水先生にもお入りいただいてますし、それから県の方のサイドの代表として、阿部副学長先生にも委員になっていただいておりますので、いずれにしても今後、連携を図りながら、議論を進めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくご協力をしていただければというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それからですね、先ほど参考資料、情報提供というのがありました。これ何か関連の発言があれば、どうぞお願いします。はい、時間もございません。ので、簡単にご説明申し上げます。情報提供というチラシを1枚準備させていただいております。私ども環境省と共同主催で、タイトルのような専門家意見交換会を開催しております。12月に、本日の議題でもあります甲状腺についての機会を設けます。一応ご案内申し上げます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。その他委員の方からご発言があるかお伺いしますが、なければ次回のことなど、お願いします。次回につきましてですけれども、星座長とまた相談いたしまして、2月上旬に開催したいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、これをもちまして第13回検討委員会を終了させていただきます。委員の皆様ありがとうございました。なお引き続き記者会見をしたいと思いますので、お残りいただけると回答された委員の先生方ご対応の方よろしくお願いいたします。マスコミの皆様にお知らせいたします。検討委員会終了後の記者会見につきまして、準備ができ次第開催したいというふうに考えております。マスコミの方のお席ですけれども、ここの事務局の席の最前列、ここまでマスコミの方に座っていただきますので、よろしくお願いいたします。